はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。青空すばるです。本日はですね、こちらの大人気ゲームスイカゲームをね、やっていきたいと思います。さあ、ということでね、やっていきましょう。まあ、正直ですね、落ち物系、まあ、パズルだと思うんですけど、このゲームあんまり得意じゃないと。まあ、できて、パズドラ違う、テトリス、ぷよぷよとか、ああいうね、その未来を予測してやらなきゃいけない落ち物はね、すっごい苦手なんですけれども、まあまあまあ、スイカゲームだったら形でもできるんじゃないかなというふうに思ったので、やっていきたいと思いますよーって、LR でね、動かして A で落とすと。で、まあね、なんかいろんな人の配信見た感じね、攻略法は分かってるんですよ。俺はね、完全に左側か右側に、一定数寄せる果物を、でかい果物をね、どっちかに寄せる。今こうなるでしょ？だから、自分の進化で隠しちゃってるわ、モデルで。ちょ、さくらんぼ1号、ぶどうを、で、ポンカンみたいなやつ？デコポン？で、オレンジが柿なんだよね、確かね。で、柿、リンゴ、梨、ピーチ、桃か。桃、パイナップル、メロン、スイカと。で、今、ぶどうで、デコポンになるのに、デコポン端にやっちゃったから、これはまあまあ、一旦こうして、で、デコポンで柿になるから、柿でデコポンをしたいわけよ、これ。で、そう、真ん中に来ちゃうわけね。これで終わりです。でこうなったら終わり。なんだけど、ブドウをここに置いて、あー、デコポン、あー、なるほどね。で、ここにこうして、で、デコポン、あー、デコ、あー、なるほど。あー、ちょっと難しいか。ちょっと私にはまだ早すぎたかもしれない、これ。で、とりあえずここに落とします。で、デコポンなる。で、これこうして、ブドウになる。で、これ、ブドウをもう一回育てたいわけよね。で、デコポンを想定して、これは、ここの隙間に落とす。で、サクランボになって、これイチゴでしょ？で、一気ブドウからここで、こうよ。こういうことなのよね。で、これがさらにくっついて、リンゴになると。オッケー。で、これ、リンゴとこの柿をくっつけたいね。本当はね。だから、落とすのはこっちかな。イチゴ、サクランボも落とす。デコポンは、ここかな？ああ、そうなっちゃうか。結構跳ねるんだね。この隙間にこのイチゴが行ってくれる。リンゴが跳ね上がる。思ったより軽いな、果物。で、柿でリンゴになるから、やっときたいとこだけど、やっちゃうか。一回やってみよう。梨になります。梨になって重くなったから、まあ、さほどのことでは動かなくなるはず。で、サクランボでイチゴになり、で、デコポンを一旦こっちでかくしたよね。で、ブドウもでかくしたい。あ、ブドウ、なるほどね。ちょっと一やらかしか。イチゴね。あ、うっす。ラーメン三重心になっちゃった。まあ、ここイチゴ、ブドウでボンボンボンよね。そう。そういうことです。で、ここでこうなって、こう、微動だにせずと。柿はこ、あ、まあ、次も柿か。一旦ここでしょ。で、デコポンがでっかくなってほしいんだが、まあ、こっちも一旦リンゴか。なるべくだからちっちゃいイチゴをそのまま放置しないことが大事。で、問題はこっからで、イチゴブドウにするか、一旦この右上に置くことで、こうして、で、デコポンがここ来るでしょ？で、このでかくなった柿を、リンゴと掛け合わせたいわけよ。ってなると、どれだけ耐え忍べるかだよね。この上にだから、デコポンまで育て上げて柿にしてあげれば、あ、もう、ほら、見えてるんだけど、早急にこれを、ことがせえては、子孫じると。いや、でもここでカキになる。で、リンゴになる。あー、なるほどね。ちょっとまっすぐなってきたな。思ったより、そう、あのね、配信で見てるとね、全くわかんないんだけど、今やってわかったわ。フルーツがね、軽すぎる、これ。想定よりね、ずらされるね。下へ行こうとする精神がある、こいつらには。上へ行こうとする上昇志向の逆が働いてるね。重さに耐えきれてない、自分たちの。
で、いちごはぶどうの上に来てほしいんですね、本当はね。カキカキでリンゴだから、あ、ここリンゴリンゴで梨急にゴンゴンじゃない?これ、ゴンゴンゴンピーチ来た。うわ、サクランボ落ちたー。これまずいなー。これまずいんですね。これをだから、上にポンカン置いて柿とかで蓋しちゃうと、下のイチゴとサクランボが悪さをしだすので、これを見過ごすのは良くないわけだ。なので、でっかいやつはね、邪魔な、あ、うっ、うぅ。うわーこれさー。いやもうこれさー、おかしいよねー、本当にさー。ブドウブドウでポンカンなってさ、ポンカンポンカンでカキカキでさ、あ、でもリンゴ、あ、ピ、あ、いけるかこれ。ブドウ落ちます、ポンカンなります、ポンカンポンカンなります。で、ポンカンカキになって、カキカキで、カキカキリンゴで、リンゴリンゴでしょ?リンゴリンゴで、梨か。あ、梨か。まあまあまあ、いいだろ。いけるだろ。さすがに。ほい。頼む。はい、想定通り。で、あ、サクランボがここに来る。来い。うわ、でも、ピーチ、おんも。ピーチ、あ、切った切っちゃう。ただ、このイチゴ塞ぎたくない。このイチゴ塞ぎたくないので、ここで、こいつをデコポンにしたいが、もうブドウ、もうワンブドウ来るか。もうワンブドウ来るのをどうするべきか。まあまあ、一旦ね、落としてみよう。で、こいつも、いつかデコポンになれよっていう、その大きな目線で見ると。で、ここでサクランボをここに落としたい。正直ね。で、サクランボ落として、イチゴにして、イチゴイチゴでブドウブドウになってくれれば、デコポンになるから、なるべくね、下にゴミを残したくないと言いつつ下にゴミを放つ。意外とね、ミリ調整ができないから、もうこれは大雑把に。大胆に、おお、なんか勝手にデコポンになった下で。そして塞いだ。サクランボを。終わりだ。これ、まずいんだよね。下がこうなってくるとさ。このり、サクランボ大事よ。このサクランボをどこに置いとくかでゴミがどうなっていくかに決まってくるから、ここだな。ここだろ。で、デコポンをでかく書きにして、こいつはもうこことここくっつくんじゃないかな。くっついてほしいな。そのうちくっつくだろ、この二人はっていうカップリングのね、目線で見ていく。でこのブドウと触れるよな、絶対にな。重たいんだね、やっぱサクランボくん。で、デコポンになって、デコポンがくっつき、柿になると。で、あ、デコデコ、柿、リンゴ。あ、来るぞ、これ。もうこここうだ。ドン、ドン。サクランボくん!いや、待って、マジ、デコポンの重みでどうにかならん、これ。頼むよ。頼む。よっしょ、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 です、これ。いや、いいよ。よさあげ。これ、よさげ。よさげのあつこ。よさげのあきこ。うわ、左にずれてほしくなかったー。うわ、そこに落ちてほしくなかったー。けど、まあ、もう一旦無視か。一旦我慢か。ここはね。ここ我慢時よ。そうそうそう、左に落ちると。で、この隙間にサクランボが落ちて、ブドウじゃなくて、いちごか。いちごになり、ここのポンカン、カキ、リンゴ、どっちに行く?下リンゴ困るんだよな。でも、重さ的に下リンゴ臭い。いや、そもそも隙間に落ちても、行かない可能性もありけり。なことはなかった。で、リンゴリンゴで梨でしょ?これ、リンゴリンゴ。うわ、でもこれ、うー、危なー。今、ピーチ右にずれて塞ぐかもと思ったけど。このイチゴをね、重さで行きたい。よし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 。で、この桜ももう一回行って、こうでしょ?うわ、で、このイチゴもう一回下落ちてくんねえかな?あ、来そうだね。泣きそうだね。来た。来い。落ちて、ブドウになり、で、そのデコポンとくっつく。オッケー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 。うは、オッケー。これ、桜んぼくっついてほしくないなぁ。いや、でも、一旦このブドウが邪魔だから、一旦くっつけるか。で、磁気総称でも、サクランボ置いて、あ、右行っちゃった。ああ、もう人生台無しだよ、藤木くん。君の人生が本当に無駄。無駄無駄の身の能力者。うわ、下のイチゴ終わってる、マジで。これ、上で育んでいくしかない、もう、こいつらを。
下にある奴らはもう一旦無視するしかないんだ。デコデコ、デコデコポン、デコデコデポン。イチゴがブドウになりて、あーデコポンが反対側に行っちゃったんですね。おやおや、あれこれ柿が、梨か。下のリンゴとくっついてほしいんだ。よし、いいよ。いいんだよ。東方丈介。わ、で、これ、いちごをさ、これさ、いちごポンカンで塞いじゃってさ、おかしいよね。わ、ポンカン、ネクスト見てなかった。なかったです、これ。ネクスト見てなかった。これ、いちごぶどうにした後さ、これどうにかなりません？これ、この隙間、ぶどうさ、隙間さ、隙間産業。一旦イチゴの左に当てつつ、押し込めないか。押し込まないか。お、お、お、なんか勝手にいっぱいくっついてった。かきかきりんごか。これかき、こっちにりんごぐんってすることによって反動で左のかきがくっつくんだな、これ。これ絶対そう。No contest。いや、下のかきとかも終わってんな、これ。もうね、理屈通りにいかないのが人生だってことで気づいてしまった。私の頭の中で描いた計算式はね、ことごとく全部破れてるよ。押せ。押さない。だが、押さない。お、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 急にパイナップルになったし、下への活路が見出し始めた。ここは逆に一旦ブドウで押し込みたいか。うわー、これはまずいか？いけんだろ。おっさん。下落ちてないこれ。下落ちてない？下落ちてるな。いけるだろ。もうちょっとこれデコポンが落ちてくれた時にカキを落とし、ここ来た、よし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 。で、カキくっついてもなしか。カキくっついてもなしか。ここ一旦イチゴにしたら、ブドウからデコポンになっちゃうから、大きさ的にどうだ？まずいか。これもうちょっと我慢か。耐え忍び時？もしくはカキの上にイチゴを落として追い打ち、かけるべきか、かけぬべきか。考えろ考えろ、まだ初回プレイだからこれ。あるから絶対初心者のあのあれが。いや、行こう。ここで一気にこうする。足が左に行く。ここで、ディコプン。うわ、ここでディコプン。うわ、ここでディコプンだ。梨まではリンゴを返さないといけない。うわ、なんかすごいことになってる。パイナップルがすっごい。パイナップルがすっごい。ここはね、一旦このあたりで、リンゴを作ります。いちご、ぶどう、かき、オッケー、いいよ。ここでまたリン、いちご、いちごで、ぶどうで、こうな、デコポン。で、また、さくらんぼ投入し、いちご、さくらんぼを急いで、ぴょんぴょん。はい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 、ぶどうになった。デコ、かき。デコ、かき、いちご、あー。なるほど。まあ、いいでしょう。これ、サクランボはね、ここに落としてあげると、まあ、そのうち最悪、イチゴとこう、くっつく形になってもいいよねっていう、こういうやつだね。カキ一旦邪魔か。そっちまで行っちゃうのね。デコポン。あ、風間くん。ねねちゃ。あ、ピーチになる？それ。あ、ピーチになってほしい。あ、ピーチになってほしい。ここで、一気に投入。デコポンが邪魔をするのね。後藤さん邪魔するのね。ここで育てます。育ててでかくします。ここカキにしちゃおう。あ、来た。オッケー。うは。うははは。うわ、これ、うわ、これ我慢です、これ。これ我慢のここです。で、ここでこうなっちゃうんだね。オッケーオッケー、いいよ。でか、こうでかくして。うわ、ここも一旦我慢のここ。柿をでかくする。柿優先。柿現金です、これ。柿合成現金。これ、ぶどうをね、塞いじゃうと困るから、ここでこうでかくなってもらって、ぶどうをでかくします、ここで。このぶどうをね、見逃したら終わるからね。あー、お前はいつだって邪魔をするんだ、セブルス。なんてことなんでしょう。大きい果物が邪魔をしてます。美しくねー。美しくねー。
ここでイチゴ。ブドウでイチゴをドン。あ、ノードン。あー、まずいまずいマジで。です。です、なんだ。です、ですが発生してる、ここ。ここで。よしよしよし。くっつけ。よし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 。で、こう、こう。オーケーオーケーオーケー牧場。で、コポンといけるそれ。あ、ブドウでした。あ、えへへ。おい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 。なんで上行っちゃうんだよ。おかしいだろ。くそー。許せねえよ。マイキーくん。